皆さんおはようございます。2021年10月の14日立憲民主党の副代表衆議院議員の原口和弘です。衆議院議員の原口和弘っていうのもですね、あと数時間ですね、1時には、紫の副差が、出て、そして解散ということでございます。この8期、まさかこんなに8期目がほぼ4年になるとはもう思いもしませんでした。令和になって初めての選挙ですけども、総選挙ですけども、もう異例ずくめの総選挙ですね。ご勇退なさる大島衆議院議長のお言葉が毎日新聞に載ってました。総裁選の直前まで県政の浄土を守るように執行部に言ったと。それは任期内の任期の中で総選挙をやって、そして次の国会議員代議士を決めることですね。で、戦後初めて任期を超えた総選挙、10月31日に投票ということをやる。もう卑怯もここまで来れば、なんていう言葉で非難していいかわからん。もう最大の言葉で、昨日野党国会対策委員長会談のぶら下がり会見で、ちょっと私言葉を間違えて、逃げ恥とか当て逃げ解散だと言いましたけど、正しくはかけ逃げですね。柔道でかけたふりをして逃げる、もう本当に卑怯な技、カニバサミみたいな反則技、もうそれの連続ですね。私はだからそれを国民の方々が許されるかどうか。この総選挙は争点がぼーっとしてるとかいう人がいますが、とんでもない話だと思いますね。これまで安倍菅政権、岸田政権でやりたい放題やったことのけじめをつけさせる、その選挙です。議長さんはですね、朝もよくお会いをしてました。私にもですね、ああ元気になられましたねとか、今日は寒いから気をつけてくださいねとか、本当に優しい方で、ご勇退になる議長に、それから副議長、心から敬意と感謝を申し上げたいと思います。その衆議院議長、時にやはり同じ自民党だけど、執行部に対して厳しいことをおっしゃってました。やはり立法府の長としての、国権の最高機関としての長としての矜持を最後まで貫かれた方だというふうに思います。本当に長年のご厚情に心から感謝を申し上げ、ご指導に感謝を申し上げるとともに、議長がおっしゃっているように、憲政の浄土を外すと憲法をないがしろにした国家はバラバラになるんだと、国家の安全保障だなんだとかいう、その根本のところが崩れてしまうんだということをですね、皆さんと確認をしたいと思います。この解散の日にあたってですね、本当にふつふつとこの闘志が湧いてきますね。こういうものと戦ってるんだと。 DAPPI の正体もバレて、ネット工作をお金を出してやってたということも、昨日森友子参議院幹事長が参議院本会議で明らかにしましたけど、どこまで卑怯なんですかね。こんな卑怯を許すかっていう選挙ですよね。そして衰退から成長に、 B で申し上げますけども、この長年の停滞を
超えて出してですね、成長に向かう、その基盤を作る総選挙ですね。いや、本当にいい同志に恵まれました。頑張ってやっていきたいというふうに思いますし、憲政の浄土、憲法でですね、あらかじめ権力を縛ってるんですね。で、それはなんで縛ってるかというと、人間はどんなに民主的に選ばれた政権であろうが、過ちを犯すと。だからあらかじめ憲法という中で国の形を決めておいて、その中で私たちは自由に私たちの意思を決定することができるし、それぞれを尊重し合いながら社会を築いていくことができるんだと。で、この憲政の浄土、いわゆる基盤をですね、壊してしまえば、あと何が起きるかというと、それは暴力による革命であったり、あるいはクーデターであったり、そういうことにまで道を開いてしまうんですよね。本当にそのまさにそうですね。天地人、天はちゃんと分かってます。だからこの向こう側がですね、看板ですよ、総選挙のね。この憲法、この精神、立憲主義の精神といったことをぶっ壊して、結局テレビジャックして、メディアジャックして、そしてご祝儀相場で解散という目論みももう崩れつつありますね。昨日藤原直哉先生のインターネットラジオを聞いてたら、藤原先生が私の友達が言ってるのと同じことをおっしゃってて、ドキッとしました。それなぜかというと、その凪のような状態、総選挙ってなると、なんていうかな、こう普通は何かの熱狂、神道のブームとかですね、そういうものがあるけど、そんなものが全くないと。じゃあマグマはないのかっていうと、そうではない。むしろこう静かに深く怒りが沈潜してて、そしてそれがもうちょうど爆発する、そのマグマの直前のように、表面は静かなんだけど、もう地下では怒りのマグマが渦巻いている。で、これはですね、大きく変える、つまり卑怯を真っ当に、衰退を成長に、そして暗く冷たい新自由主義のこの沈む船の中の椅子取りゲームの自己責任論から、新しい公のセーフティーネットを張り直すチャンスだと思うんですね。頑張っていきたいと思います。今日はもうこの後国会に参りますので、この講演にもしばらく来ることがないと思いますが、皆様にこの氷川公園の毎日やってたですね、朝のご挨拶の、この8期目の結びにさせていただきます。本当に長い間ありがとうございました。これで終わりではありません。通過点ですから頑張っていきます。どうぞよろしくお願いします。それじゃあ良い一日を、ごきげんよう。